アブ TV ソングフェスティバル2013はアジア太平洋放送連合加盟放送局によって開催されたアジア規模の歌謡祭2回目の開催となった今大会は2013年10月23日から29日の間に行われる第50回アブ総会と合わせて2013年10月26日にベトナムのハノイで行われたホスト放送局は ベトナムの国営放送。アジアオセアニア地域から15の国と地域が参加。前回大会には参加しなかった、ブルネイイラン、キルギス、タイが参加した。参加した国ハノイ大劇場ハノイは、ホーチミンに次ぐベトナム第二の都市で、政治と文化の中心地として機能している。19世紀から20世紀の間、フランスの統治下にあったため、街中に、 西洋式の建築物が見られる。当初の会場は、ベトナムカルチュラルフレンドシップホールであったが、後に、ハノイ大劇場へ変更となった。なお、このハノイ大劇場もフランス統治時代の1911年に、完成した西洋式の建築物である。本大会には15の国と地域が参加したが、ホストであるベトナムが代表を2人出場させたため、 出場国の数と歌唱楽曲数が一致しない。ッコ内の年月日は各放送局内での放送日。ありがとうございます。